はい、どうぞ。はい、リエルです。はい、リエルです。今日はタミークフェスティバルの苗の紹介をしていきます。はい、苗の紹介いますよ。はい、いっぱいありすぎて全部は無理です。紹介ね、もうここ3箇所4箇所に散らばってますので、とりあえずじゃあここから行きましょうか。行きましょうか。どこから行く？どっか奥の方から行きましょうか。奥？ですよ。よっしゃ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 。何？カランコや。プスンや。プスン。はい。プスン。ですよ。エッジが綺麗よ。アルケイン。待って。アルケイン。アルケイン。アルケアル。言うと思うな。はい。いや。みんな何が好きか分からんからな。これすごいよ。もう書いてや。シャーロット。シャーロット。綺麗や。綺麗よ。蛍光や。蛍光。色出てる？出てます。これ絶対やな。うん、絶対。100%。そうな。うん。こそっと人気ブラックパンダ。こそっとじゃなくな？結構人気。これブラックパンダ。ブラックパンダ。蛍光ピンクになりますよ。蛍光ね。こう、かわいいよ。ですね。いい？ですよ。汚い。汚いの？倉庫ですね。あ、すいません。エゲリアもいい色だよ。何？エゲリア。エゲリア。うん。エゲリア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 。フェスティバル多頭です。ん？フェスティバル。フェスティバル今回かわいいよ。多頭。多頭です。いっぱいついてるよ。ね。一緒一緒。一緒。みんな何が見たいかな？何が見たい？何が見たい？うん、エリザベス。エリザベス。はい、ここエリザベス。はい、エリザベス。ね。これも人気。誰？ベラドーナ。ああ、ベラドーナもこれ鉄板や。鉄板まだボケじゃん。よし、めちゃくちゃ高かったね。これはベラドーナ。ベラドーナ。うん、で私今回これおすすめ。何？モブティック。モブティック。かわいいよ、ムチムチ。かわいい、ムチムチツヤツヤ。うん。よいしょ。よいしょ。これ。あ、蚊がすごい。蚊がすごいしかない。蚊が。もう。はい、ジュゲム、ジュゲム。ジュゲム、イモムシ、ジュゲム、ジュゲムって言わないか。いいですよ、ジュゲム、分からんけど。スティールハート。頭かに刺された。ああもう、はい。スティールハート。ああこれ大人気。大人気です。超大人気。スティールハート。みんなチェックしておいてな。うん。チェック。チェック、チェックして。フロリディティールね。フロリディティール。フロリディティール。んで、苗、コロキ。苗は、いっぺんに全部出し切れません。あ、出し切らんね。うん、場所が、お店が21坪しかないので、出し切れません。出し切れないので、減っていったずつ出しますね。うん、とりあえず、初日から全力でいきますね。はい。シャルモン。シャルモン。うん。で、種類も全種類出ないから、初日から全力やね。全力。全力で出して、でもなくなることはありませんのでね。取り行くからね。うん、あ、でももう一つ。うん。ご注意ございます。何ですか？人気の商品で、うん。なくなったっていう時はごめんなさい。ああ、そうやな。そうやな。うん。うん。もうこればっかりやな。うん。もうこの種類で、その人によって好きなの違うからな。違うからな。分からないからな。プラダ。プラダ。高級。高級プラダ。高級プラダ。また。ああ、かわいい。これ、プラダ。めちゃくちゃかわいいよ。蚊がバカな足いっぱいついてる。嘘。ああ、もう。なに？かわいい。バナナも。あ、バナナ。バナナ美人。バナナ美人。すげえ蚊。なんで、なんかな、何？シジュロさんが出してた、何？コロラビンじゃなくてない、ラタム。ラタム。ラタム、大きめラタムあった。ああ、こんなになっちゃった。
あ、これ大きいよ。これ大きいですよ。水吸わしてね、うん、若干ペナペナですけど、うん、すぐ水吸わして、うん、根っこ出てるねえかこれ、うん、こう出ております、はい、ちょい根出てます、うん、すぐ吸えます。はい、大丈夫ですね。はい、ですよ。はい、ゆかの刈り上げ、あ、刈り上げたよ。刈り上げました。はい、刈り刈り、うん、もう全部前から刈り上げられた。なんで前から。はい、じゃあ次の部屋行きます。はい、移動完了。ハロウィンすげえ、せっか、すごいよ、てっか、てっか、すごいね、うん、あるね。みんな何が欲しいんだろうかね。あ、リング集まるよ。お、鶏やりますよ。リング集まります。あとはなんか人気やね、このリップスティック。リップスティック人気よね。うん、リップスティック赤棒はなかなかないもんね、最近。うん、見なくなったね。いやいや、あるしですよ。モヒカンもありますよ。モヒカン、冬は真紫ですね。ですよ。ここマディバーもありますよ。いっぱいありますよ。マディバー。マリアさんもあるよ。グレンシャ。なんだ、グレンシャ。これすごいな。またありました。プスーン。え？マリア様。あ、マリア様。はい、かわいいですよ。マリア様ね。いいですね。うん。あとは、あ、出た。スターマーク。超高級種、スターマーク。ああ、いいっすよ。これ、マジックサバナおすすめ。サバナ、サバナ、ヒラヒラサバナ。いいっすよ。シャチ。ゴールド。シャチ。ゴールド。これ可愛いんだけどな。うん。いいっすよ。ブラックサバス。あります、いっぱいありますよ。うん。ねえ。あ、これは？太陽。太陽。太陽。こそっと人気、太陽あります。そう。あとみんなが待ってるソンヨンありますよ。ソンヨン待ってるね。うん、待ってるね。うん。行くよ。こっちもか。エストレラ。おお、久しぶり。エストレラ久しぶりです。お久しぶり。うん、エストレラ。ネオンブレーカー。ネオンブレーカー、ヒラヒラブレーカーですよ。名前変えたらあれやな。何？みんな分からんのな。大丈夫？どういうこと？ヒラヒラブレーカーって言われ。あ、嘘。ネオンブレーカー、うん、あ、シルエットも可愛いしよ。シルエット、シルエット可愛いよ、うん、また向こうかな。また向こう、また移動、また移動。移動はいいかな。もう、え、いいの？うん、ちょっと説明、うん、もう一回あれしましょうか、うん、ね、こっち映しちゃって、あれれ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 、刈り上げな、もう全部刈り上げろ。はい、じゃあちょっと移動します。ちょっと移動の途中で可愛いのが転がってたので、アンパン錦、アンパン錦と、なんかそこに ロケットがあるけど大丈夫？大丈夫？サマーローズとか。え？ロケット。アイスクリーム。ロケットでかいよ。え？アイスや、アイス。ロケットや。すげえ。ロケットすげえですよ。これ。サマーローズです。もはや植物ではない。あ、ブルードラゴンも来たよ。あ、ブルードラゴン。ブルードラゴン。久しぶり、ブルードラゴン。ブルードラゴン。いやー、あ、トランペット。これかわいいよ。あ、でかい。でかいわ。あー、もう。もう急ぎん着やな、うん、もうこれは最高や。でかいでかいでかい。こっち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 。ひこ星。これはね、ほんとこれちょっと一押しやな。このレベルはなかなか、俺初めて見たもんな。これはぜひぜひぜひ。うん、これはね、うん、また多分欲しいって言う人いっぱい出てくる。うん、これもうモリモリやからね。これカットしない、そのまま行くからね。そのまま行く、うん、うん、お得です、超お得です。はい、次ドライボリー。おお、パープルエボリー。おお、いいっすよ、いい色や。いい、いい色。次は、はい、次はコリナ。コリナ
いいよ、秋冬で変身させましょう、みんなでね。はい、次キャラリアンとスターマーク。キャラリアン、スターマーク。次ははい、お待たせ、オレンジモンロー。オレンジモンロー、これいいっすね。うん、オッケー、もう全部写し切らないね。間に合うかな、うん、頑張らんと。よし、ちょっと移動しまーす、うん、はーい、はーい、外です。え外です。はい、もう何を言うんですか。まず、車で来たり、ちょっと、説明でしょ。説明です。フィスの整理券と説明の紙と抽選、今回抽選でプレゼントがあります。それの件についてちょっと説明していきます。ここのポストのところ、ポストのところで、お店の入り口ね、うん、こう車じゃないけど、うん、ここで整理券と説明の紙と抽選プレゼントの、欲しい人は書く紙を渡します。これは一家族1枚です。一家族ね、うん、人じゃないね、うん、一人じゃないです、うん、プレゼントやからね。そう、一家族1枚です、うん、でここで車にで渡すので、絶対ここでもらうのを忘れないでください。はいはい、で抽選プレゼントは、はい、10時15分までにここに来た人、はい、ね、ここに抽選箱置いとくので、そこに名前をカタカナで書いてその箱の中に入れてください。はい、で10時20分になったら抽選を行います。はいはい。OK？ はい、わかるかな。わかる、ちゃんとお前説明すればわかるわ。はい、紙に書いてるのでよく読んでください。ん、紙に書いてるの。あ、ここで渡すのね。渡す、紙に書いてるのでよく読んでください、うん、渡す場所がここね。はい、ここです。う、草しか映らんけど分からん、ね、ここのとこ、あ、ポストのとこね。これをうちの お店の方ね。はい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 。で次は、今回ちょっと場所が狭いので販売方法を説明します。はい、で、行くよ。行く、行こう。一回カットします。はい、お店の入り口です。うん、の入り口になります。はい、はい、今回は3分ルールで販売になります。はい、5組ずつ、5組ずつ、はい、うん、5組ずつ中に入ってもらいます、はい、そして、うん、ここでスタッフがいるので、はい、スタッフに整理券を渡してください。はい、踏んでこっちOK?OK、で、絶対、はい、まだスタートじゃないですよ。こっち、左を通って、はい、5組ね、左を通って、はい、はい、こっちですね。はい、多分ここからスタートになると思います、はい、ここでちょっと待っててください、うん、ここでちょっとストップね、うん、で、スタッフがここから3分測りますので、はい、ここから3分間、ここから3分間で多肉をと作品、多肉の作家さんの作品ね、ここをお買い物3分間以内にお願いします。ベランダの方も多肉を置くので、こっちも3分以内に、はい、はい、で3分経ったら次の人と交代してもらうので、レジの方にお並びください。それ1回で終わりですか。ん、いや、1回では終わりません。苗は1回で全部並びきれないので、1回3分間終わったら生産してもらうんですけど、また2巡3巡って並んでください。何でその調整の欲しい人はあるよ、うん、何でその無理やり売ろうとしてんの。はい、で多分初めての方は、ね、初めての3分ちょっと緊張して何を買っていいかわからないと思うので、もう目についたものはカゴの中へおすすめします。やっぱなくなっちゃうかもしれないので、もう気になったものは
すぐ買い物カゴの中に入れてください。そうだね、一種類どんぐらいありますか？一種類ね、多くて200からたくさんあるものもあります。でも高級品種とか数少ないものもあるので、もう目についたらすぐにカゴの中に入れてください。苗はあるね。うん、苗はあります。3日目もありますね。はい、はい、持ってきますね。持ってきます。でもなくなってしまうものもあるかもしれないので、種類ではね、うん、その時はごめんなさい。そうだね、うん、でも納得してもらえると思います。はい、で今回はコロナのこともあるので内覧はちょっとしません、うん、そうだね、うん、動画でするんやろ。うん、前の日に動画を出すので、はい、それでご確認をください。はい、置き場所とかもそれで分かるように撮りましょう。はい、で苗の場所、うん、何が欲しい、あれが欲しいってスタッフがここいるので、パパとか私に、うん、これ探してって声かけてください。うん、でも大体どこにあるか俺たちも分かんないからね一緒に探しますね。うん、一緒に探すので、一緒に探しましょう。うん、オッケー、大丈夫かな。大丈夫でしょう。とりあえず買い方ね。買い方3分で、出てもらう。はい、3分間勝負ね。3分間勝負です。うん、でまだ欲しい人はもう一回並んでもらうね。はい、で3分経ったら声かけるので、うんうん、ちょっと欲しいのはちょっと我慢して次の人と交代をお願いします、うんうん、そうだね。でこう、こっちの方ね、今度はまた左方向に、はい、レジの方に並んでください、はい、こんな感じです。こんな感じ。はい、買い方はそんな感じで、ね、買い方はこんな感じです。うん、苗は無制限です。個数制限はありません、うん、ありませんね。で、多肉の方の作品、うん、有名作家さんの分は一作家、うんうん、人家族1個の個数制限です。ああ、作品はね、うん、で他のリエールの作家さんの分は、うん、作家ね、うん、制限はありません、うん、フリーですね。フリーです。そう、雑貨屋さんの8周年記念やからね、多肉屋さんじゃないからね、うん、すいませんそうやったそう、新作もだいぶ入っております。そう、続々と来てますよ、うん、かっこいいの入ってますからね、うん、ロジさんさんも来てたね、うん、まだ出してないよ。出してない、まだ出してない、まだ出してない、うん、そうだね、うん、ですか。大丈夫かな。あ、大丈夫かな、うん、大丈夫でしょう、うん、まあスタッフいっぱいいるからね、聞いてくれたらね、うん、うん、カゴとかは、カゴはマイバッグ、うん、お持ちいただけると助かります。んでちょっとたくさんバタバタするのでセルフ梱包でご協力をお願いします。セルフ梱包、うん、はい、セルフ梱包でお願いします。カゴがあったら楽やね。うん、そうやね、うん、まあ楽しくね、楽しくなりますようにね。うん、ほんとね。だけどコロナ怖い人はね、もうな、ちょっと次回にな、うん、また落ち着く、完全になくなるまでね、ちょっと我慢してもらって、ね、一応8周年なのでね、はい、ちょっと楽しく、そーっと楽しくしましょう。そーっと、そーっと、ね、ちょっとお客さんの数がわからないから ね、 そうね、予想がつかないので、うん、一応だから3日間にしたね、はい、ちょっとでも散らばるようにね、うん、と思ったんですが、うん、じゃあもう一回言っとこう、うん、作家さんの作品は土曜日と日曜日のみですね。うん、うん、そうですね、うん、多肉は3日間あります。うん、そうですね、はい、多肉は絶対になくなりません。なくなりません、ね、ハウスに取りきます、うん、欲しいのがなくなる可能性はありますね。その時はごめんなさい、うん、何々がないやーってごめんなさい、うん、そう、怒らないで、ね、怒らないでください、うん、一応できる限りはね、うん、もうこう地元やからね、うん、うん、そういう感じです。そういう感じ。はい。いい？うん。いいよ、じゃあ。じゃあまた作品紹介とか苗の紹介、また。駐車場もね。駐車場もね。うん。駐車場と送迎もしますんでね。はい。あとあれや。サンライズカフェさん。うん。うん、サンライズカフェさん。来てくれるので、うん、美味しいかき氷。うん。ご飯もあります。はい。
ゆっくり1日時間をとってね、うんうん、イライラしないで、うん、ゆっくりしてってゆっくりしてってください、うん、でお庭でタニラさんとお友達になって、うん、おしゃべりを楽しんでいただけると嬉しいです。そうだね、うん、庭もちょっと力入れてできるだけしますんでね、うん、寄せ植え等をね、うん、あと質問があれば、捕まえてください私を怖がらないで話しかけてください。昨日から優しく答えます頑張ります、ね、はい、okay、じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。